はい、では皆さんこんにちは。こんにちは。本日はスルッピーの100切りのレッスンについての動画となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずスルッピー質問させてください。はい。今のスコアの現状はどのぐらいでしょうか。だいたい110ぐらいですかね。110ぐらい。なるほど。でしたら目標はやっぱり100切りです。100切り。かしこまりました、はい、でしたら本日はこちらのシミュレーションで100切りのレッスンを行っていきたいと思いますので、スルッピーよろしくお願いします。今のゴルフ歴はどれぐらいでしょうか。だいたい3年ぐらいですね。3年ぐらい、はい、でベストスコアはいくつになりますか。ベストは107です。107。最近のスコアが110ぐらいということですね。そうですね。本当は120ぐらい叩く時もあります。ドライバーの距離はどれぐらいですか。210から20ぐらいですね。おー、いい飛距離じゃないですか。ドライバーは得意なんです。2段目以降ですね。はい、アカンとすれば。そうですね。なるほど。いつものパター数とかはどのぐらいですか。やっぱり3パットぐらいですかね。3パットぐらい。全部のホールを2パットでいくといくつのパット数になりますでしょうか。難しすぎる。 18×2 なんで、はい、36。36パット、はい、そうです。まずパター数はそれを目標にしてください。ということで100切ろうと思ったら、はい、60何球ぐらいしか打てないですね。そうなんですよ。せめて40パットっていうのを切ってほしいんですね。なので今回のシミュレーションでは全部2パットだったっていう計算で、ショットに関して100切りのことをレッスンしていきたいと思いますので、ではツルピー、はい、362ヤードパー4になります。ではまず1打目ドライバーをお願いします。わかりました。緊張しますね。おー、 OK です。ナイスショー。ありがとうございます。今日1が出ました。お、完璧ですね。 OK です。では2打目に参りたいと思います、はい、残り156ヤードと出てます。この場合どのクラブ打ちますか。そりゃもう6番アイアンですね。6番アイアン、はい、ということはグリーンを狙うということです。もちろんそうですよ。だってこんなにいいんですから1打目が。もうそれが100切りできない方の典型的な考え方で言えます。ちょっとコース図を見てほしいんですけれども、はい、このコース、グリーンの手前に物ごっつい池があります、はい、いやこれ、意地悪すぎません、このコース。グリーンの手前から残り100のところぐらいまでですかね、はい、ずっと池が広がってます。100切りを目指していただきたい方はグリーン周りとかの池とバンカーは絶対入れてほしくないんですよ、はい、この場合、ティーショット一発目良かったです。グリーン狙える距離になったんですけども、ここはグッとこらえて一旦池の手前に刻んでから3打目をグリーンに狙うっていうことをやってほしいです。でもよし先生、これ超えれたら2オンできますよ。夢の2オン。2オンできたらみんなプロになります。2オンはプロなんですよ。100切りの方は目立つなら3オンか4オンを狙ってあげてください。でも打つ回数が増えちゃうじゃないですか、はいはい、そうなるとミスする回数も増えそうで怖いんですよね、はい、例えばこのショットに次息入れた場合、2打目が息入ってしまうので池の手前からもしくはドロップエリアから4打目になっちゃいます。ひょっとすれば2打でグリーンいけるかもしれないんですけど、100切りの方はまず一旦3オンっていうのをどの場合でもやってほしいんですね。池がなくてバンカーもなければもうズドンと行っちゃってもらっても構わないです。なるほど。ただこのコースだと手前に池があるので、ここはスルッピーちょっとグッとこらえて、はい、ウェッジで池の入らない距離、これだったら100ヤードも飛ばないぐらいですよ。ちょうど100以上打っていただくと多分池に入ると思うので、80か90ヤードぐらいを打ってあげてください。なるほど。52度ですね。はい、アプローチウェッジ、これならミスしませんよ、さすがに僕でも。なるほど。ちょっとミスりましたね。でも危なかったですね今の。ギリギリセーフ。これやばかったですね、7番って打ってたら。もし今の6番アイアンでトップしてると息に入っちゃってましたね。あ、危なかった。残り53ヤードとなってます。これは一発で乗せてください、100切りの方、残り100ヤードになった3打目は全部乗せてほしいです。なるほど。なので今のツルッピーの実力でいくと、はい、乗せれると思うので50ヤードどうぞ。クラブはサンドウェッジになります、はい、優しく打つ感じですかね。おー、ナイスー。正直本物の池じゃないんであんまり緊張してませんでした。
51.6 ヤードのショット、はい、完璧です。ナイスオンです。ありがとうございます。ナイス3オン、これが100ギリのゴルファーに必要なゴルフになります。さっき2打目の52度をフルショットしようとして思いっきりトップしたじゃないですか、はい、あれ本当によく出るんですよね。よく出ますよね。なんとかならないんですかね。それは練習していきましょう。ドライバーとウェッジだけでもいいかなと思います。ツルピーの場合は結構フェアウェイウッドとかユーティリティとかを練習してたんですけど、はい、よく考えたら今ってドライバーとウェッジしか打ってないんで、はい、いらないですね。これフェアウェイとユーティリティ練習そんなに。ツルピーの場合はね、ティーショットがねお得意だということなので200ヤードの飛距離が出ておられたので、そうするとパー4だと今のも362ヤードでドライバー打ってウェッジウェッジになりました。基本パー4ではそういうゴルフになると思います。ほとんどパー4ですもんね。ほとんどパー4が。わかりました。じゃあちょっと練習法変えていきます。はい、ツルピーはティーショットの練習と100ヤード以内の練習、100ギリゴルファーの方ですね、男性ゴルファーだと100ヤード以内、例えば50ヤードだったら50ヤードポンと乗せれるように、80だったら80ヤード乗せれるように、多分皆さんウェッジの距離になってくると思いますので、ティーショットの練習とサンドウェッジだったり52度100ヤード以内の練習をしていただきたいと思います。わかりました。では次のホールに参りましょう。頑張ります。はい、ではツルピー次のホールです。はい、パー3の161ヤードになります。ワンオン狙いたいですよね。いや、そりゃそうですよ。これだったら、はい、5番のユーティリティとか5番のユーティリティ、はい、短めのユーティリティですね。はい、ツルピーの、ね、ドライバーの距離が200ヤードぐらいなので、ひょっとしたらフェアウェイの方もおられますでしょうし、飛ぶ方でもまあまあ7番アイアン持ったりとか、161ヤードだとアマチュアの方にとっては長いパー3になると思います。アイアンじゃちょっときついかなって感じです、僕。なるほど。ではここのホールも見ていただきたいんですけども、はい、先ほどと同様、なんで池のあるコースばっかり選ぶんですか。池だったとしてもバンカーだったとしても同じです。じゃあ池だから避ける、バンカーだけ避けるっていうのではなくて、芝生の上から打てない場合はもう避けてあげてください。この場合だと手段は2つなります。1つ目が先ほどと同じように池の手前、この場合だと120ヤードぐらい打つと池に入ってしまうので、1打目を100ヤードぐらいにしていただいて次の60を乗せる、さっきみたいな戦法で行くと、もう1つは池を越えてしまうっていう、その2つ考えられます。じゃあニアピンとかやっぱり狙いたいじゃないですか。ドラコンは無理でもニアピンは取れる、それも諦めろってことですか。そこは選択をしてください。ニアピンを取るのかスカを取るかです。エンターテインメントで行くなら確実にニアピンです。ただちょっと本気でスカを狙いたい場合はグッとこらえて。わかりました。今日の場合はスコアということなので161ヤードティーショットをまず、また52度ですね。100ヤードぐらいですね。わかりました。120飛ばないように打っていただきます。これどう頑張っても120飛ばないですね。はい、いきます。はい、OK です。ナイスショットです。これはめちゃくちゃいい当たりしましたね。今めちゃくちゃいい当たりです。ではティーショットをいいところ刻めました。さあ先ほどと同じような距離ですね。本当ですね。54ヤード。これ乗せていただくと次パーパット打てます。でこれさっきと同じことをしたらいいってことですね。そうですそうです。緊張します。さあ行きましょう。あ、ツルピー。はい、100ヤード以内の練習たくさんお願いします。油断しました。シミュレーションなどでもう一度打てるので、はい、ただ実際のコースだとこれが次4打目になります。僕もうずっとシミュレーションがいいですね。じゃあ、はい、行きます。おー、 OK です。ナイスオンです。お、入る。いや、こんなにうまく打てたことないですよ。素晴らしいですか。今もちょっとトップしたかなと思ったんですけど。いや、見てください、ツルピー 1.5m。 結局パー取れますね、これで。一発目のねアプローチは息に入ってしまいましたけど。確かに忘れてた。もしあれがやりてうまく打てた場合、先ほどのホールも今のホールも両方ともパーパット打ててます。本当ですね。まあスコアの出すゴルフっていうのは実際こんな感じになります。ひょっとしたらツルピー100ギリのために必要なショットだと、1打目ティーショットフェアウェイに200ヤード飛ばします、2打目フェアウェイからいいところからグリーン乗せるっていうゴルフを思い浮かべてませんでしたか。確かにドライバー打った後、はい、フェアウェイとかユーティリティを打って、はい、グリーンオンする、グリーン乗せようと、はい、そしてバーディーを狙う、はい、そうじゃないんですね。そうなんですよ。100ギリの方ほどそういうイメージが強い方が多いんですね。実際コンスタントに100を切れる方だったり80台っていうスコアを出される方っていうのは2打目で全部乗せてるっていうわけではなくて、2打目乗せれなかったとして
しても3打目っていうのを確実に乗せてくるんですね。100ギリの方は全部狙うんではなくて一旦刻むっていうゴルフをしていただきたいと思います。ミスしたらダメだなと思ってたんですけど、はい、ミスするような番手は使うなってことですね。そうですそうですそうです。あ、勉強になりました。例えば今のホールみたいに160ヤードパー3届く番手はお持ちだと思います。ただその番手で打つと池に入ったりバンカーに入ったりするとスコアを叩いてしまう原因になるので、今みたいなゴルフっていうのも選択肢の一つとして入れていただきたいと思います。ではツルピー、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。振り返っていただいていかがでしたか。僕グリーンオンした時点でもう疲れちゃってて、はい、パターって正直もう面白くなかったんですよね、はい、長い番って打てないんで、はい、面白くないかなと思ってたんですけど、はい、ここまでうまくいったらパターがワクワクします、はい、ちょっとミスはしたんですけど比較的良かったですね。ツルピーはねピッチングで100ヤードちょっと打てていけるので、わざわざそれよりも長い距離を持たなくても攻略できますので。本当ですね、目から鱗です。まさに。いや、お疲れ様でした。では本日もツルヤゴルフチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。ツルピーのツイッターフォローもお願いします。お願いします。ではバイバイ。バイバイ。